はい、こんにちは、夢屋村楽大学おやすです。今回は、踊り子村下幸三さん踊り子の最終回になります。ギター弾き語りバージョンのギターソロということでやっていきたいと思います。冒頭に、ちょっと弾かせていただきましたけれども、そんなにコード進行とかは難しくないんですが、とにかく速いあの3フィンガーだということと、あとまあメロディーを重視というか重点に置きながら弾くというところがポイントになってますんで、ちょっとあの詳しく解説していきます。頑張っていきましょう。はい、それでは最終第3回目の講義やっていきましょう。ギターソロになります。非常にメロディアスかつ難しいフレーズになっていますので、気合い入れて頑張っていきましょう。サビの後ですね、ララ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 ラ、心が乱れる。ゆっくりいきましょう。 Eマイナーから始まります。メロディーですね。で、Aマイナー。これがメロディー。最初からいきます。ここがメロディーなんですね。ずっと上が。もう一回いきます。 Eマイナー、Aマイナーという進行なんですけど、メロディーが、乗ってくるという構造になってます。というふうに聞こえるんですね。はい、次いきます。押さえ方は、薬指で1弦2フレット、人差し指で2弦1フレット、中指で、3弦の2フレットで、小指で1弦の3フレットですね。もう一回いきます。次に行きますね。というところなんですけども、 D7 の小指が1弦の3フレットに入ってくる感じです。ゆっくり行きます。もう一回。はい。で、後半ですね。これは、人差し指2弦1フレットに残したまま、薬指で3フレット。8分音符に戻る感じですね。それまではこう16分音符で、こういうふうに、16から8ベースに戻る感じですね。ここはですね、3フィンガーとメロディーが、絡み合ってくるのでライ難しいんですけども、ゆっくりゆっくりやってみましょう。よろしいでしょうか。じゃあもう一回通していきますね。
前半です。そして後半、はい、ここなんですけど、最初のこれは指のがいいと思います。これは人差し指、中指、薬指というのを使うんですが、ここはこういう弾き方をされているように見えます。で、はい、で最後、ここはですね、この普通のコードなんですけど、ということで小指が2フレットと3フレット行ったり来たりします。はい、でイントロ的なとこに戻る。という感じですね。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。踊り子ギター弾き語りバージョンのソロということでやってまいりました。難しいですかね。難しいですよね。とにかくメロディーが綺麗ですよね。コード進行はシンプルなんですけど、こう、あれで、これに戻る、イントロのメロディーに戻るという素晴らしい、シンプルにこう小さくまとまった綺麗なギターソロになってます。ぜひですね、イントロ、サビ、ギターソロ、この3つをものにしつつ、1曲通して、自分のものにできれば素晴らしいなというふうに思いますので、そのサポートができればなという思いで作りました。この3回でですね、ご説明を詳しくしなかった歌の部分の3フィンガーなんですけれども、あの素晴らしい愛をもう一度の動画で3フィンガーの基本的な弾き方っていうのはご説明させていただいているので、そちらを参考にですね、リンクの方に、この曲のコード進行、リンク貼っておきますので、組み合わせでやってみていただけたらなというふうに思います。こう感じで、1小節に1コードずつという感じで進んでいきますので、やってみていただきたいなというふうに思います。全3回にわたってお送りしてきました踊り子、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、2000人の全校生徒数を目指して引き続き頑張っていきたいと思います。それではこの1500人記念、踊り子ギター弾き語りバージョンの解説を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。